ちょっと待って。あれは勝てるのか？トロイぜ、カモだぜ。あー貫通してきた。貫通、なんだこいつら。貫通タイプか。避けて避けて、ここ、よし逃げよう。まずはクエストマーク出てるこっちの方行こうか。ドムドーラも、ドムドーラはね、クエストマークつけてもらってないんだよな。あれなんて宝箱かな。ちょ、サボテンもっと持って帰りたい。絶対なんかに使えそう。あ、サソリ、ほい。あ、生きてんのまだ。え、まだ生きてた。あ、人か。ビリン、は、うん、なんで。どうしたの。え、馬車馬のように働かされているんだね。ああ、そうなんだ。何、うん、そうだよ。ヒゲの使いっ走りはやめて、私と一緒に逃げちゃわない？実はね、私、あの町の人たちが邪魔で邪魔で仕方がないの。え、てこ、私と一緒に逃げよう。私と二人っきりで。うん、いいよ。そうしよう。は？騙されたぜ！回避！あ、ダッシュタイプ、ダッシュタイプね。ダッシュ！来いよ。ダッシュ！サイ！あ、ドクった、ドクった、しまった、しまった。はい、ここ。あいざこ、はいざこ。そこに誰かいるのかってる。どうしよう、使おうかな、使おうかな、横から入ろうかな。壊せない。あれあれ、使うって出てんのに使えない。あれ、なんか傷薬、なんか バカみたいに使っちゃった。しまった。よし、あ、なんか落とした。痛い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 。あ、そうか、道具に入ってんのかな。これか、果肉と入れ替えよう。だからマジ、違う違う違う、ちょ、傷薬マジでクソもったいないんですけども、勘弁してくれませんか、ちょっと。返してよ、傷薬。ああ、またおっさんだ。もうどうしようかな。吐け！情報吐け！早く！あの扉を開けたってことは、まさか悪魔の騎士を倒したっていうのか。それにしたって、どうしてこんなところに。自分で作った町をより強く大きくするために伝説の鍛冶屋の子孫を探して。おう、はい。お前さんの目の前の男が伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵だ。雪の兵、うん。まずはお前さんの町とやらに連れて行ってくれ。はい。あー、ぽいね、ぽい、鍛冶屋っぽいわ。
うん、なんかぽいね。狂月とか飲みそうだよね。狂月とか。どうしよう、ドムドーラも探したいんだけどな。ドムドーラ、こっちは行き止まりだから、ちょっと戻りながら反対方向進んでみるか。どうした？お、来てるな。全然気配すらないもんな。戻ろ、戻るか。戻ります。暗いだけだ。ああ、おへしき、ペッパー、サンキュー。あ、ペッパー、いけいけいけ。うん。雪のおへ。うん。ビルダーだってのも本当みたいだな。よし、わしをここに住ませてもらおう。ひぃ、なに？ビリキ、ビリキだが、お前さんたちの力にならせてもらおうぞ。それにしても。この地が今や伝説として語り継がれる最強の要塞都市、メルキドであった場所とはな。やはり巨大なゴーレムによって滅ぼされたというのは本当だったのか。うん。そんなはずはない。ゴーレムはメルキド守り神だったはずだと。メルキドが滅びたのは何百年も前だ。実際のところ何があったかわしは知らん。だから、メルキドの生き残りが語り継ぐ話だそうだ。きっと間違いはないぜ。さてと、せっかく伝説のビデオに会えたんだ。伝説の鍛冶屋の子孫として伝え、聞いてきた、鉄の武器の作り方を教えてやるぜ。武器作りに使う鉄は、わしがいたドムドーラの砂漠の、あ、はい。了解。鉄の剣。作ろう。これでゴーレムは倒せるでしょ。鉄がないか。鉄の鎧。鉄の盾。強そう。これ作れないかな。
まあないよな。こっちはないよな。ない。鉄がない。ちょっとベッド作ってやらんとな。ベッド。ベッドを作っとかないとまた大変なことになる。ね。万が一があるからね。個室にしてるとはいえね。もしかしたら、ほんと、こういう火事系のやつっていうのはもう、何？デリカシーがないから、デリカシーが。全くと言って、デリカシーが欠如してるからね、あいつらは。ほんとに。トイレ行っても 100% 手洗わないから。うん。よし。これで OK。で、ドムドーラはちょっと場所わかんなかったなぁ。あ、ビリンの設計図ここにあったんだ。まあいいか、入れとく。ここ設計図でも入れとくか。うん。なんかついてるマーク。ロロンドか？でかしたと言うとこ、伝説の子、うん、あ、そうそう、そうだ、そうだ。ベリンに化けていた雪の兵が魔物に捕まっていただと？ねえねえ、やはりな、魔物たちは我らを警戒し、監視しているようだ。それゆえに、我が輩やビリンのことを知り、我らに接触させまいと雪の兵を捕まえておとりにまでしたのだろう。これはますます油断ならん。さらにさらに町の守りを強化せねばならんな。とにかく、ご苦労であったいとこ、雪の兵と、話し、新たな物の作り方を学ぶのだ。鼻毛出てるよ。起きろ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 、戦え戦え。これを食べ。よし。で、びっくりマークが出て。うん。ショーターから聞いたのだが、雪の兵が魔物に捕まっていたかつてドムドーラと呼ばれた地方には、多くの宝が隠された、ピラミッドなるものが存在するという。メルキド6によると、そこに火を吹く石像があれば、もっともっと強力に町を守れるとんでもない防壁が作れるようなのだ。うん。はい。ピラミッドから火を吹く石像に、はい。強力な武器を持って収集に向かうのだぞ。はい。ってことは、まずは鉄で、鉄シリーズでなんとか一式仕上げとかないといけないっていう感じだろうね、多分。そうだね。じゃあ、もう一回、ちょっとドムドーラ行って、あ、間違えた、ごめん。ビリン、ごめん。起こしちゃった。で、そのドムドーラ、だだだ、もう寝る。あはあ、危うくあやめるとこだった。ん？あ、またあれだ。あれ？違う。彼女といつまでもこうして一緒にいたい。こんな僕の気持ちも魔物たちに踏みにじられる日が来るのでしょうか。ああ、でもきっとあなたなら魔王を、竜王を倒してくれる。僕はそう信じています。彼と一緒にいると世界を闇が覆うなんて嫌なことも忘れられるわ。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんです。だけど、きっとあなたなら何とかしてくれる。だってあなたは伝説の勇者の子孫ですもの。相当闇の竜、翼広げるとき、ロトの血を引く者、来たりて闇を照らす光とならん。中二か、お前は。僕の祖父の口癖なんです。祖父が中二か。狼を古き言い伝えの勇者となりし者。じゃねに光あれ。
遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか他の誰かの記憶なのかよくわからない、うん、まあ確かに誰目線だったんだろうね今のは。よし、じゃあ鉄を取りに行こう。鉄を取りに行きつつドムドーラの情報も探しに行こう。うん、